1923年大正関東地震と1703年、元禄関東地震の想定震源域、相模トラフ巨大地震は、相模トラフのプレート境界で発生したと考えられている巨大地震。1703年元禄関東地震及び1923年大正関東地震が相模トラフ沿いの巨大地震と考えられているが、それ以前については、街頭地震やサライ感覚など、諸説あり詳細は不明である。なお、各々の地震は、元禄関東地震、大正関東地震などと呼称されているが、相模トラフ沿いの巨大地震を指して、関東地震と総称する場合もある。南関東では、相模湾のフィリピン海プレートと、北アメリカプレートの境界を震源とする巨大地震が繰り返し生じていると考えられている。有史以前の発生については不明で、歴史記録に残っている地震としては、元禄16年にマグニチュード 8.1 から 8.5 の元禄関東地震、220年後の大正12年にマグニチュード 7.9 から 8.3 の大正関東地震が記録されている。また、元禄地震と大正関東地震の間に発生した安政2年の安政江戸地震は、震源断層が特定されておらず、相模トラフ沿いの巨大地震には含めない。なお大竹は、この地震の震源域については1923年、関東地震の相模トラフより、北側の内陸よりと考えており、明治27年の明治東京地震はさらに深い地震と考えている。1703年元禄関東地震から1923年、大正関東地震までのサライ間隔と大正関東地震の推定断層滑り量から相模トラフ西半分のプレート間の結合度はほぼ 100% に近いと考えられ、プレートの運動による歪みはほとんど地震によって解放されていると考えられている。一方でフィリピン海プレートと本州側のプレートとの力学的境界はすでにゼニス付近にあり、地質学的時間スケールでは駿河トラフで起こるとされる東海地震も大正関東地震もプレート内地震となるとする見解も出されている。南関東の古い歴史地震の記録は天正18年の小田原北条氏の滅亡と徳川家康の江戸入城を境にしてそれ以前は鎌倉時代を除くと極めて少ないため、相模トラフ巨大地震は資料から確証が得られていない。しかし、878年、1293年、1433年などにも大被害を伴う地震の記録があり相模トラフ沿いで発生した可能性が考えられ、それ以外にも未知の巨大地震が渦漏れている可能性があるとされる。1257年の地震も候補に挙げられている。以下の西暦換算はユリウス暦としている。公認9年7月。累樹国史に記された関東諸国の地震を1923年、関東地震と同類のものとする見方もあるが、相模、武蔵、下総、先立、上野、下野等国とされ、上総と安房が記されていないこと、津波の被害の記述がないことなどの理由で、萩原健例はこの地震を内陸地震としている。元暦2年9月29日から、日本三大実録に記された関東諸国の地震は、伊勢原断層の活動時期に合致するとする説と、館山市の海岸で見出された900年頃と、推定される津波堆積物から、相模トラフのプレート境界地震とする説がある。昭和6年4月13日石橋は、鎌倉に大震災をもたらした、永仁地震が、相模トラフのプレート境界型巨大地震であった。可能性を指摘している。三浦半島の昭和城湾では、この時期に堆肥される可能性のある津波堆積物が見出されている。また、同時期の隆起による利水によって形成された岩井低地の浜堤列が見出されている。明応4年8月15日から鎌倉大日記に高徳院の大仏殿を流出させたと記録される明応地震は東海地震とされる1498年。明応地震の5期、あるいは、梅花無尽蔵の記録から文明18年の時点で、大仏は露座であったと記され、鎌倉大日記の記録は、疑わしいとされてきた。しかし、同日に京都でも地震の記録があり、石橋は相模トラフ巨大地震の検討候補としている。金子は伊東市の宇佐美遺跡で確認された津波堆積物が鎌倉大日記の記録に整合し、北条早雲が津波災害の混乱に乗じて小田原城を奪取した可能性が考えられるとしている。元禄16年11月23日午前2時頃発生。規模は川角博によれば M8.2 中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による元禄関東地震断層モデルでは MW8.5 と推定されている。このタイプの地震は房総半島南方沖を震源域とし、笠原のモデルによれば相模トラフに平行な逆断層として1923年関東地震の震源域を含みさらに概要に伸びていたと考えられている。獅子倉は元禄タイプの地震は対象関東地震タイプに対して数回に1回の割合で連動し発生していると考えている。本地震の震度分布は対象地震に大変類似し、相模湾以北の隆起、沈降の様子も類似しているが、今村は本地震において房総半島南部の隆起量がより大きいことを指摘しており、また紀伊尾鷲や土佐など遠方に波及した津波や、外房における津波が特に著しく、外房沖への震源域の伸びに整合するとされる。九十九里浜を襲った津波は遡上高3メートル程度と推定されるが、車流となって3から4キロメートル程度内陸まで遡上し、襲ったため3000人以上の犠牲者を出した。大正12年9月1日午前11時58分、発生。震央は河口湖東方、神奈川県西部及び相模湾など諸説ある。規模は M7.9 から 8.3 までの推定値がある。中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による対象関東地震断層モデルでは MW8.2 と推定されている。金森博夫によって本地震は相模トラフの走行に並行する右横ずれの底角逆断層であり、プレート境界のずれが原因と解釈できると推定された。対象関東地震の断層モデルはいくつか提唱されているが、震源域の北西端は山梨県東部、または神奈川県西部、南東端は野島崎付近、またはやや沖までである。震源断層は湘南地方の内陸部各まで及んでいると考えられており、震度は小田原付近が最も高く7に達したと推定され、東京などは当時は6と報告されていた。この地震は地震に伴い隆起する特徴を持っていることから、海岸線に残された痕跡から発生間隔の解析が試みられている。松田は相模トラフ付近で発生する地震を元禄型関東地震、大正型関東地震、大磯型地震に分類し、元禄型は相模トラフ沿いの相模湾から外房を震源域とし、さらい間隔は1000から1500年、対象型は相模湾内を震源域とし、さらい間隔は800プラスマイナス400年、大磯型は構図、松田断層の地震とし、さらい間隔は170プラスマイナス60年とした。松田らは元禄地震と大正地震は断層破壊部分が互いに相補的な関係にあるとし、房総半島南端における段丘に見られる地震時流気量、沼面高度及び平時の平均沈降速度から、元禄対象型の巨大地震のさらい間隔を700の1200年程度と見積もった。獅子倉は、房総半島南岸の利水海岸地形から、波食棚の幅の広い元禄型の巨大地震は、約2300年程度、対象型の地震は400年程度のさらい間隔と見積もった。一方、石橋は、元禄地震は、大正地震の断層破壊部分を含み相補的ではなく、また、地震の間隔が、解食作用が十分に行われない程度に短い場合は明瞭な平坦面が形成されない場合があるとして、200から300年程度の可能性もあり得るとした。瀬野はプレートの相対運動と地震時断層滑り量から、対照型地震の再来間隔を220年前後と見積もり、瀬野は、房総南部の段丘の隆起量と地震時隆起量、地震直後の回復的変動量、地震間の沈降量を加味して、対照型地震の再来間隔を180から400年程度を、原力型地震は950から2500年程度と見積もった。藤原は、相模トラフ沿いの巨大地震が、878年、相模、武蔵地震、1293年、鎌倉大地震、1703年元禄地震、1923年、大正地震であるならば、最短220年、最長415年とし、瀬野哲三は、元禄と大正の関東地震はほぼ最短の間隔で発生したと考えている。ただし、上述の通り元禄関東地震以前の記録はほとんど残っていないため、正確な周期については不明である。大正関東地震の震源域の南端は、神奈川県西部から野島崎付近までである。一方、元禄関東地震の震源域には、房総半島南東沖も含まれ、このような地震は約2000年周期で発生すると推定されている。この房総半島南東沖の震源域について、約2000年より短い周期で繰り返し地震が発生してきた可能性があることが、産業技術総合研究所の海溝型地震履歴研究チームの調査により、2011年9月に日本地質学会で発表されている。房総半島南部沿岸の地質調査により従来の約2300年の周期と一致しない隆起根が複数発見されたことによるもので、詳細な発生周期の解明には陸上だけでなく海底調査なども必要としている。地震の規模については M8 級クラスの可能性がある。また、元禄関東地震については対照型の震源域に加えて、房総半島南東沖の外房型の震源域による連動型地震の可能性も指摘している。地震調査研究推進本部は2004年時点では相模トラフ沿いの M8 程度の地震として1703年、1923年の2地震から発生確率を評価していたが、2014年の同本部による相模トラフ沿いの地震活動の長期評価では、相模トラフ沿いの M8 クラスの地震の発生確率の評価として、1293年、1703年、1923年の3地震の発生年代を用いた場合と参考扱いとして、これらに意見の分かれる1495年の地震を加えた4地震を用いた場合の30年以内の発生確率を BPT 分布に従うと仮定して評価している。房総半島南部にある下枝段丘の沼面を形成するような元禄型関東地震の発生年代は、藤原らによる研究から BC5200 年、BC3000 年、BC1000 年、1703年とし、平均発生間隔は2300年とされた。また、相模トラフのメガスラスト全体が一度にすべて破壊される最大クラスの地震想定モデルとして、MW8.6 を設定した。過去の相模トラフ沿いの巨大地震や、その可能性が指摘される地震を前後にしていくつかの巨大地震、噴火が発生している。1495年の地震が相模トラフ沿いの巨大地震である可能性を唱えた金子らは、相模トラフと南海トラフで巨大地震が連動しているケースがあるとし、石橋も相模、南海の両トラフにおける巨大地震の繰り返しのリズムは独立だと思われるが、相模トラフ沿いの固着が外れたことが、南海トラフ断層面へのフィリピン海プレートの最後の一押しとなる可能性があり、タイミングが合えば連鎖的になり得るとしている。日本海溝付近における連動型地震とされる869年、貞観地震の9年後には前述の相模、武蔵地震が発生しており、さらにその9年後の887年には南海トラフの巨大地震の可能性が指摘される仁和地震も発生している。南海トラフの巨大地震である1498年、明王地震の3年前には南関東で起きていた可能性が指摘される、前述の1495年の地震もある。元禄関東地震の4年後の1707年には、相模トラフと隣り合う南海トラフ巨大地震である、宝永地震と、その直後に、歴史上最後の富士山の噴火である、宝永大噴火が起きている。安藤や茂木純夫は、1703年元禄地震によって、南海トラフの鍵が外れ、1707年、宝永地震につながったとする説を唱えている。なお、相模トラフ沿いの巨大地震に分類されない1855年の安政戸地震においても、南海トラフ沿いで1年前に安政東海地震及び安政南海地震という連続した巨大地震が発生している。ありがとうございます。